皆さんこんにちは、道楽です。今回の動画ではこちらのトラウザーをご紹介したいと思います。はい、こちらのトラウザーなんですけれども、前回のフランス軍のステンカラーコートと一緒に購入したオールランクスのブラックパンツというふうに言われている、イギリス軍のイギリスアーミーのトラウザーになります。よくYouTube の動画などでナンバー2ドレスパンツなどというふうにと一緒にこう紹介されてたりするわけなんですけれども、これの購入元であるワイパーさんの YouTube 動画を参考にしますと、こちらはオールランクスの方はナンバー13になるっていうことらしいですね。何が違うのかというと、ナンバー2の方は 100% ウールでできていて、ナンバー13の方はポリエステルとの混合、確か6対4だったかな、 60% ウール 40% がポリエステルになっているもの、こちらがブラックパンツナンバー13になるというふうなことらしいです。まあ、詳細はね、概要欄の方にワイパーさんの紹介をした動画のリンクを貼っておきますので、こちらの動画を見終わった後に概要欄を参考にしていただければと思います。こちらはそのナンバー13ブラックパンツなんですけれども、ナンバー2と基本的ななんかディティールの差はないみたいですね、生地の混率以外は。で、まあ一番パッと見の特徴としてはこの大きなベルトループ、そしてサイドアジャスターということで、まあ、ベルトを通して着用することもできますけれども、このサイドアジャスターで調整できる範囲であればベルトレスでも着ることができると。でさらにウエストのこの内側にですね、背中に2個、前に4つ、こっちか、こことここ左右に2つずつボタンがついていまして、これはイギリス軍のサスペンダーをここにねこう使うことによって、肩からこうズボンをつると、トラウザーをつるということができる、サスペンダーでの利用もできるような仕様になっているトラウザーになってます。それ以外の特徴としては、こうフックが2つになっていたり、ファスナーでのまあフロントはですね、開閉はファスナーで、ワンタックなんですけども、タックは内向きのインタックですね。でそこからセンタープリーツが入って足元まで伸びていると。で左右のこのポケットで、後ろはこのボタンとこのフックというかね、この紐によるこのフック型の後ろポケットが左右2つあります。で、これはね、私ちょっとデブなんでウエストが96というサイズのものなんですけども、ベルトループが全部で後ろに2本で、横に2本、前に2本ということで6本あります。なんか一部では4本、後ろと前とで4本とかっていうのもあるみたいなんですけどね、多分それはウエストが細い人なんでしょう。それ以外にこれ、私はちょうどね、自分の足の長さに合うように76というレングスを選んでいるんですけれども、ですので裾をねカットする必要ないんですけれども、裾の後ろの部分に当て布もちゃんとされていますね。このスレとかによる布のね擦り切れ防止ですね、靴とかのかかとの部分とかにこう擦れてね、この辺りの布は傷みやすいんですけども、それの防止用のテープも貼られ、ちゃんと縫い付けられていますね。でシルエットはお尻周りから太もも周りは比較的この渡り幅の広い、つまり大きめに作られていて、でそこから裾にかけてシューッとテーパードが効いているデザインですね。ちなみにこれは製造年月日とかわかるのかな？ちょっと読み方がわかんないですけど、多分99とかで入ってるから99年なのかな。確かこの手のやつは、確かこの方のトラウザーは90年代から2000年間ぐらいに、採用されていたものだというふうに聞いてますので、また調べていますので、多分まあ99年ぐらいだと思いますね。で生地感はビジネススーツのサマーウールよりかは厚め、でもまあ真冬のこうに着るようなほどしっかりと厚いわけでもないですし、あと裏地がどこまでこれ入ってるのかな、あ
なるほどね。よいしょ。このように裏地は入っていない、あの仕立てになってますね。ビジネススーツ用の冬用のスラックス、トラウザーだとこの部分に裏に、まあ、膝上ぐらいまでですかね、膝上ぐらいまで、裏地がついてるっていうのが、まあ、大体ビジネススーツの、冬用の仕様なんですけれども、これは裏地はついていないタイプですね。ですので、まあ、季節的には、まあ、春秋ぐらい、日本の気候で言えば春秋ぐらいがちょうどいい。真夏はもうちょっと暑くて履けないかな。で冬になると長時間あの外のね、あの寒いところで立ってるとちょっと冷えが来るかなっていうぐらいなので、まあ、車で移動、電車で移動、ね、その間あの駅のホームで、まあ、10分20分立つとかぐらいの、まあ、短時間での屋外であればこのパンツだけで大丈夫ですし、もうちょっと1時間とか外にこう、ね、出ているような必要があるということであれば、まあ、膝上ぐらいまでのこう、なんていうのね、インナーの、まあ、ヒートテックのようなものがあると、まあ、よりあの冷えが来なくて安心かなっていうぐらいの厚さになってますね。で色はこのブラウン、ちょっと濃いめのブラウンですね。まあ、この色であればチノパンなんかと同じようなトップスの色合わせとかでね、カラーのコーディネートでやっていけるかななんて思ったり、まあ、あと M4 なのとかね、あのあたりと同じようなアイテム、まあ、色のね組み合わせが使えるかなというふうに思っています。ということでこのトラウザーをどのように、まあ、着ていこうかというふうに頭の中で考えてるんですけども、着用動画という形でちょっとご覧いただければと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はイギリス陸軍のオールランクスバラックパンツ、ナンバー13になるんですかね、のトラウザーをご紹介させていただきました。ウールとポリエステルの混紡の生地で、ちゃんとしたねテーラードの、 あのパンツのようなあの洗濯率が入っているトラウザーになりますので、どちらかというとこのワーク系のアイテムだったりミリタリーでもこう戦闘系のねファティグ系の方の服ではなくて、まあ、きれいめなカジュアルに、持っていくというか、の方向性の時に使うトラウザーじゃないかなというふうに思ってますね。とはいえ上に着るアイテムをいろいろ変えることによってトラッドっぽいような着こなしから色味とか形からもしてもちょっとワークっぽいような着こなしにも対応できるオールラウンドなトラウザーじゃないかなというふうに思いました。道楽チャンネルではこういったミリタリーアイテムであったり古着をご紹介したり、こういう古いねフィルム時代の一眼レフのレンズを使ったオールドレンズでの撮影の話であったり DIY であったり、大人の男性が興味を持ちそうな趣味の動画の情報を発信させていただいております。もしね、そういったものにご興味ございましたら、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。